どうも、吉本プラモデル部、片倉ブリザードです。はい。今日はですね、何を作ろうかなって思ったんですけど、僕普段ですね、その部員の皆さんとかにも、芸人の人とかにも、ブリちゃんって言われてるんですよ、先輩とかから。で、ブリザードっていう名前なんでブリちゃんなんですけど、この前ちょっと、なんか作るプラもないかなと思って探してたら、プラモのブリちゃんを見つけましたよ。ブリちゃん。ちょっと紹介します。こちらです。じゃん！ BB 戦士、武者丸伝3、ブリキ丸、ブリちゃん。これをね、ちょっと見つけたんですよ。鉄の板の丸と書いて、ブリキ丸ね。これ、19ってことは結構多分、いるんでしょうね、BB 戦士。僕ね、BB 戦士を作ったことないんですよ。その SD ガンダムとちょっと似てるのかわかんないんですけど、SD ガンダムをこの間作ったんですけど、その BB 戦士っていうシリーズ、多分似たような感じなのかわかんないんですけど、もう実はこれ、初めてなんですよ、BB 戦士作るの。ちょっとね、初めてがこのもう、ブリキマンのブリちゃんっていうのは、これをもう記念すべき日になるんじゃないかと。面白いですよ。ブリキをちゃんと、ブリキを持ってるからなんだね。この、面白いこと考えるなぁ。2003年目、だって2003年。ブリキ丸1体のみが入ってます。ちょっと開けてみよう。ブリちゃん。ブリちゃんが、ブリちゃんを作ります。ですね。もうブリって最初についたらもうブリちゃんなんで、結局。結局こいつにじゃああだ名つけろって言われたらブリちゃんなんですよ。わあ、いい、あ、なんか漫画みたいなのも入ってるの、 BB 戦士って。あ、なんかね、そういえばゆうたさんが結構 BB 戦士とか確か好きだったんですよね。ゆうたさんのでこういうの見たことあるかもしれない。なんか、おお、この漫画みたいなの入ってる。ただ10回伝続きなんで、ちょっとこれわかんないな、俺見てないから。まあ、いや、早速ですが、ちょっとこれ、おー、いいね、オレンジの感じ。あ、これ説明書の、説明書兼漫画なんだ。よし、ちょっと楽しみだな。シールもいい感じ。開けてみますよ。パーツ自体はやっぱ SD みたいな感じで少ないですね。SD ガンダムがあれなのかな、元ってこと ?SD ガンダムになるのかな ?BB 選手も。わかんないけど。ね、ガンダムはね、やっぱ HG のこのスラッとしたのとかかっこいいんですけど、やっぱね、この感じがかわいいな。ちっちゃいの。ブリキマル。うん。よっしゃ、じゃあちょっと早速作っていきたいと思います。まず、はい、今ですね、ここまでできましたよ。じゃん。まだ完成じゃないんだけど、ここまで。これは、あれかな？ここが、これが、アクティベイトモードだって。規制解除活性化形態。アクティベイトモード。そう、ここからね、まだ、あるのよ。なんかここにね、パーツがついてくるの。これ見ても、ここにね、危険って書いてあるの。危険。ブリちゃんは危険ってことですかね。失礼しちゃいますよ、本当に。まあいいや、とりあえず。よし、まだほら、こんなにあるからパーツ。ちょっとこれを、つけていくよ。まあ、ゾイドで言うとこのものの骨格形態っていう感じかな。よし。じゃ、鎧だね。鎧をつけていこう。これか。はい、ということで今ね、
ブリキ丸完成しましたよ。こちら、じゃーん、いいね、かっこいいですね。好きなのかな、これは。これがどうやらブリキ丸で、さっきのね、この鎧かぶす前のやつが、これがね、リミッターアウト、制限解放、本能解放みたいだね。それやるとさっきのこういう、何この取れた状態のやつ、これが取れた状態のやつになるんだって。でちょっとね、このね、クラッシュで違う、これで待って、これを乗せるのか、ここに。でに、こうか。おお。なにこれ。なにこれ。面白。これでいいのか。ああ。見て。これで多分いいのかな。ブリキ持ってる、ほら。何これ。ブリキ。ブリキもある。ブリキもある。ブリキもある。ブリちゃん、ブリちゃん。ブリちゃん、ブリちゃん。いいじゃん。武器の持たせ方。じゃあちょっとね、ここでクラッシュタンクモードってのにもできるらしいから、ちょっとこのね、クラッシュタンクモードにしてみようかな。クラッシュタンク、これを外すのか。完成、クラッシュタンクモード、じゃーん。なにこれ、おもろ、クラッシュタンクモードだって。で、こういうことでしょ。こういうことでね。よ。これ。さっきのでいくと、ここにこいつを持ってたから、こういうこと。うん。なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。これでも後ろから見てもちょっとかっこいいんだよな、こうやって。面白、 BB 戦士なんかちょっといいな、面白いわ。変形できるんだ。ちょっと本当に初めて作ったんであれですけど、こんなんとかもどっかに挟めんのかな。いいね、ちょっと元に戻そう。はい、ということで今日はですね、 BB 選手のブリちゃんことブリキュマルを作りましたけど、すごくかっこよかったです。個人的にこのブリキュマルと、ブリキュマルとアクティベートボードとクラッシュタンクモードのこの3つだと、やっぱクラッシュタンクモードが好きでしたね。やっぱかっこいい。やっぱ結構名前にちょっと惹かれるとこあるんで、僕。ブリキ丸なんていう名前を見たらもう、人事じゃないんでね、もう。自分のことのように思っちゃったので、作ってみましたけど。またなんか、いい名前だよね。BB 選手とかちょっと見つけたら、作ってみたいなーなんて思います。はい、ということで、以上、吉本プラモデル部、片倉ブリザードでした。チャンネル登録、いいね、お願いしまーす。